さて、ここからゲストをお招きして、注目テーマについて、じっくり深堀していきたいと思います。それでは、本日のゲストをご紹介します。日赤基礎研究所の井出慎吾さんです。井出さん、よろしくお願いします。ます今日のテーマはこちらになります。リスクの本質を知るという話なんですけちょっと。まずですね、どういうふうに、こう、今状況になっていて。うん、そ,その辺から、ちょっとお、お伺いしましょうかう、ね。はい。あの、主要な株価指数、三つ見て。 いいいたただきたいと思います S&P500、うん、全世界株式いわゆるオールカントリーですね、うん、それから日経平均です、まあ、トピックスで書いても大体同じだと思いますこれ過去30年間です1994年からですけれどもよくハイリスクハイリターンっていいますよねローリスクローリターンっていいますよねリターンで言うと圧倒的に S&P500 が高くて、うん、オールカン、うんうん、日本株っていう順番でした。 でこれだけを見るとじゃあやっぱりリスクも S&P500 の方がずっと高いんじゃないかとか日経平均はリスク低いんじゃないかとかねいうふうに見えるかもしれないんですけど、はい、実際に過去30年間のリスクリターン年率換算したものを計算すると次の図のようになります。横軸軸ががリリリススククでですす年年率率ののね縦ターンですこうして見て見いただくと S&P500 と全世界株式もうリスクほとんど同じなんですよ、約18%もっと言うと日経平均だって、まあ、大体同じですよね、うんうん、18から大体20%ぐらいの間とリターンで言ったら確かに S&P500 の方が高いですよね、年率で,そうです、ね、2%か2.5%ぐらい高いんでしょうかね、厳密に言うとリスクもほんのちょっと高いですけど。 まあざっくり18%だよねっていう意味ではどちらも同じ日経平均もほぼ同じということですね、あの今日せっかくなのです、ね、視聴者の皆さんにこういうリスクとかリターンとかいう言葉をちょっと解説していただきながらと、ね、リターンをあるる意味かこれアメリカ株か全世界株か日本株かって、ねうん、確かに異なる資産なんだけども。 株株株株ははですから所詮,株は株所,詮所詮株は株だから、うんうん、株のリスクって大体この辺だよねっていう。 うううういいういふうに理解すすればいいと思うんでもちろんインド株とか新興国株はもうちょっとリスク高いですよ、うん、主要な先進国の株式ってまあ大体これだよねオルカンだって6割がアメリカ株で新興国株なんてちょっとしか入ってないじゃないですかだからざっくりこのぐらいなんだっていうことなんですね。この数字としてで,、ねうん、でその上でそうリスクとリターンとは何ぞや,何ぞやと,ということを改めて押さえておきたいんですが、うん、皆さんあのリターンの方はね えー、イメージ湧くと思うんですがすリスクって何なんだと思う、えー、例えばリターンが6%の場合うん、うん、でリスクが18%の場合これどちらも年率ですよね投資信託の目論見書とか実績報告書なんかに出ているのも通常はこれリスクリターンって年率の数字を表記していますい。でまずリターンからいきましょう100万円投資しました。 一年後に平均的には6%増えて106万円になりますよとなるほどなるほど。ほど平均的にはですよも<う>でもうん、うん、リスクっていうのは上下にぶれますよっていうことですよねそのぶれる幅が18%だから106プラス18もしくはマイナス18うん、うん、この範囲にだいたい収まるよっていう意味なんですよ 一年後にね。一年後に。もう一回確認しますけれども、平均的なリターンというのは6、え、六パーセントの場合は百が百六。になりますと百万円が百六万円に儲かりますと。ただし、平均的に、こう、ブレが生じますと。それが平均的に言うと、プラスマイナス十八パーセント。 リスク18%の場合は上下に18%ずつぶれますよ。要するにこのリスクって言葉はぶれ方っていうのをこれを示してる。で例えばこのリスクが30%だったら106を中心に上下に30ずつぶれうる。いうと。それが例えばこう債券みたいにですね比較的安定しているあのアセットの場合にはこのぶれ幅が小さいですよと。 こういう予報円が小さいみたいな感じのイメージですね。ううすそうですそうです。あ台風の予報円いい例えですね。うんうん、まさにその通りです。うんうん、そう。だこれこの場合は台風の予報円がそれなりに大きいですよと台風の予報円いいですね。今度から使わせてもらうのは、うん、まさにそういうことなんですよ。で、ね、そうだとすると、うん、これこれ一年の話です。そうです。一年後の話です。う一、うん、年後。 でこれから我々投資していく上でですね、一年で投資終わろうとは思ってないかもしれない。<laughs> そうしたときにどういうふうに考えていけば、ね、いいのかは安心なるんですね。二年後、五年後、十年後ってなるとどうなるのかっていうのが次のグラフです。まずリターンからいきますね。ここで投資をして一年後平均的には六パーセント増えます。その次さらに六パーセント増えて百十二点いくつになります。でさらに六パーセント増えてこれどん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 こう加速度的に増えていく。これがいわゆる複利効。<laughs> 効果ですよね、これは皆さんんよよくご存知なんですリスクの方どうなんだと1年後 18%10 年後10倍の180%かというとそうじゃないんです10年後実は3.2倍ぐらいにしか増えないんですリスクは。これどういうことか分かってないもかないこれは、まあ、詳しい話しちゃうと皆さん退屈しちゃうので、うん、数学の話にな,、うん、なっちゃうんですけど。うんあの 偏方根でしか増えていかないんですリスクってのはルート N 年後でしか増えていかないんですよ。うん、だからね、うん、伸び方がリ,スリターンと比べてずっと緩いんですよねこういうものなんですリスクっていうのは まあ要するに確かにおっしゃる通りここから18%の範囲内に収まりますとそれである段階で次にこう6%上がったところに行きましたその辺のところに行ってます、はいはい、そこからまた18%のブレになりますということになってくるとそれがまあ復利的にガンガンガンと 18×18 18みたいになるんじゃなくてむしろ確率の問題としてはそこの両方円の中心からそこの18の範囲内だから大体思ったところに 行くということになっていくる。そうで,ですね。まああの予報円の大きさ自体は大きくなっていくんですよ。うんうん、ずっと大きくなっていくんですけれども、それ以上にリターンの方が増えていくていと。増えていくと。これは含みで,、うんで。投資を始めてから五年、五六年間なんていうのはリターンよりもリスクの方が大きいんですから、ちょっと前のグラフ表えー、と図をもう一回出していただけますか。うんうん、出ますかね。出ますかね。うん。 ここねここリターンでしょはい、はい、これがリスクですよ下振れリスクですよリターン6よりもリスクの方が大きいんだから元本割れするよねとでもリターンよりリスクの方が小さければ仮にリスクが3%だったらこれこういうところに線が引かれるわけですねあなるほどなるほど、うん、だから基本的に元本割れしませんよっていう話でまた次のじゃあグラフに戻してくださいはい はい。あ,あ、そのこれの一個前です。でこれの一個前の、えっと、長期投資のリスクリターンですね。うん、はい。ですね。だいたい投資してからまあ六七年でリターンとリスクが逆転する。こっち行くともう確率的には元本割れなんて基本的にしなくなってきますよっていうことなんです。よ だからリスク性資産は長期投資になればなるほど部が良くなっていくってことですこれはそのよくあのこう長期投資は善ですよとかそれの方が有利ですよと言っているのというのはこういうふういふに数学的にも証明できます,すねもちろん。もちろん確率的な話ですから必ずこうなるという意味ではありませんし金融資産によって、ね、リスクとリターンが今は年率6%、18%だけど将来的にリターン、リスクの数字が変わることだってあります 未来永劫必ずこうなるってわけではありませんけれども 6%18% ていうのが続いたとしたらこうなっていくわけですよ。なるほど基本的にはやっぱ長期最低56年うん、うん、で10年も経つとかなり儲けやすくなるよね。なるほど途中は浮き沈みあるけれども だん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 ん元本割れしなくなるし平均的には儲かっていくよねっていうこあのところが井出さんねここからがあのあのヒントをいただきたいんですけれども、はい、おそらくこう視聴者の皆さんの中でも例えばこうそろそろ60歳になりますと、はい、これでこう退職一時金をこういっと受け取りますと、えー、このお金をこのまとまったお金をどうしようと思っていらっしゃる方がいるかもしれない、はいはい、一方で新しい新妊審制度ができましたと、えー、この積み立て ニーズっていいじゃないのと、はい、ここからコツコツ進んでいこうと思っているファミリー層がいるかもしれない、うんそ,ね、それぞれニーズは違いますよね投資の仕方が全然違います、ね、違いますよね一括投資と積み立て投資とでは全く違いますよね,ね、うん、そこの中で今おっしゃいました長期投資は報われます、はい、このちょっと二つのタイプについてですね<あ>ちょっと教えてもらいましょうか、はい、わかりました、えー、とまずじゃあ一括投資の方からいきましょうか、うんうん はい、一括投資の場合の元本割れの確率を計算したものです。えっ、ー、と前のグラフからこう計算したんですけども、例えば5年後元本割れする確率がまだ20%ぐらいあります。はいはい、なるほど。うん、前のグラフでお見せしたように5年後っていうのは えとリターンよりもリスクの方がまだ少し高いですからこれはやっぱ元本割れする確率はそれなりにあるよねなるほど,なるほどまあそれでも20%ですからね決してそんなにすごい高いわけじゃありませんけれどもこれね極論すると例えば明日明日元本割れする確率って僕ざっくり50%っていう意味だと思うんですよ。上がれば儲かるけど下がれば元本割れするわけですよね。 上がるか下がるかどっちかですからざっくり5ン0それがだん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 時間が経つと元本割れ確率ってこう下がってきて5年後で約20%そ,その時の右のほう緑のほうが元本の何倍になってるかっていう数字です5年後だと1.5倍ぐらいになってるんでしょうかね1.3倍とか1.5倍になってますよと。 いう話ね。これが10年後になると元本割れする確率は8%まで下がっていきます。はあ、で、その時、はあえー、平均的には元本の2倍ぐらいになってますよと。はあ、6%ずつ増えていけば。うんうん、それが15年20年って出すと20年後なんてね元本割れする確率はもうわずか0.3%です。そんな低いんですか。100人中一人ぼ一人元本割れするかどうかっていうところです。 年後で平均的には20年後だともう元本の3倍以上になってますよねんうんうこういうことですなるほどだからやっぱ長期で持ち続けることちょっと下がったからって言って怖くなって売っちゃうんじゃなくてまあ個別の銘柄は話が別ですよその会社の業績が悪くなったとか何か不祥事を起こしちゃったとかいろいろありますからね。株価指数の場合は まあ、いろんな銘柄のパッケージですから、えー、基本的にリスクリターンの数字もそんなに大きく変わらないですし突然死するなんていうことはないですよねうん、うん、だから基本的にこのグラフを信じつつ投資をしていけばいいっていうことになです、ね、60歳でもしあの退職資金受け取ってそれでまだ65歳そんなまだあのその老後資金をがばっと使わないっていうふうに思うんだったらばか、ま、そのまま持ち続ければいいそそということになるわけですね。 残でも5年後だと5年後だったらかなりですよあし明あ日ってもかんないかもしれないけど5年後だったら元本割れしない確率が80%で平均的には6%ずつですから物価よりはるかに高い利回りを確保できるわけですよねでそれが10年後だともう明らかに部外ですよねですからシニアの方でね 一括投資なんて危ないって確かに危ないっちゃ危ないんだけども逆に言うとあ明日買うのがベストかどうかなんてそれ誰にも分かんないんですよ。皆さんねいつがベストかって知りたがるんだけど正直誰にも分かんないです。で分かりもしない答えのないことに皆さん悩んでらっしゃるんですよね。 一括投資とは言っても、ある程度時間は少、ね、多少分散した方がいいですけど、あまり難しく考えずに投資を始めちゃうっていう手もありますよね。あります、ね、いうことですね。うん、一方で、これって一括投資ですからの場合です。で積み立て投資の場合は全く別なんですよ。もう一回あましう、はい、もう一、まあ、<ご>回最,最初の長期投資の前のグラフに戻していたい。長期投資のリスクリターンですね。はい、これですね。例えば。 えこれ一括とここで投資した場合の10年後15年後ですよねあなるほどだからえ例えば積み立て投資で今から10年後をイメージしてください,はい、はい、今投資した分というのは10年後には10年経過してますからここですよねリスクよりリターンの方がずっと高いのです,うん、うん、すごく部がいいとうん、うん、で今から8年後に投資した分というのは10年後になっても2年しか経過してないから、ね、この辺ですよね部が悪いんですよ。うううんんん 5年後に投資した分というのもまだ5年しか経過してないので決して部がいいわけではないなるほどそういった各時点から投資したもののこのリスクリターンを全部こうひっくるめて計算するとえもう一つのグラフになります。積立投資の場の,の場合 元本割れリスク。うんうん、これやっぱりね一括投資よりも分は悪いんですね。うん、当然ですよね。あの経過時間が短いですからね。それでも10年後で元本割れする確率が約17%。二割切ってるんですね。二、ね、割切ってます。これが20年後になると5%です。うん、か今から積み立て投資始めて20年後には。 まあ100人中5人は元本あれしちゃうかもしれないけどうん、うん、残りの95人は基本的に儲かっているよねるで平均的には20年後だと。元本の倍ぐらいななっていまするうで、要するに積み立て投資を始める、まあ、ファミリー層なんか多いと思いますけど、はい、そういう人たちにとってみるとこういう時間ももちろん時間も味方にできるわけだから、はい、相当。 そそれなりに部がいいことででうすねあの、うん、途中で例えばリーマンショック級の経済ショックとか来るかもしれません,うん、うん、何が起きるかわからないけれどもましてや今なんてねあの冒頭お話ししたようにまだしばらく不安定な状況続くと思いますよましてや今年はアメリカの大統領選もあったりしてですねうん、うん、株価が乱高下することを多々あると思いますでよくあるのがちょっと株価下がってくると怖くなってやめちゃうんですよ、ね、積立を一時停止するとかね。はい もう思い切って「NISA なんかやんなきゃよかった」ってやめちゃう方にいたりするんだけどそうじゃないんですもう最初から15年後20年後を目指しているんだったらとにかく続けていけば元本割のリスクっていうのはずっと下がっていくよと。一旦ストップしちゃったらそこでまたリセットされちゃいますから。 今日あの井出さんから伺っているのはリスクの本質であるとともに投資というものの本質でもあるということですか、ねはいまあ、投資というのはリスクとどう向き合うかですからね、そこに尽きると思います。ということですね、はい、まあ今日は本当に株価も上がりましたけれども、まあ、そこの中でもこうやってリスクと向き合いながら投資を続けていきたいというふうに思います、ねはい、え今日はここまで日清基礎研究所のチーフ株式ストラテジスト、井出慎吾さんにお話を伺いました井出さん今日はどううもありがとうございました。